カオリンちゃんはちょっと複雑な咳で逃げちゃった。カオリンちゃんはとても複雑な、行動というか反応をしています。まずですね、これ、もうここのとこずっと、効き目のあるこのエビ天の猫じゃらしですね。これを使っている限りは喜んだりします。あら、そうでもないのかな。これ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 はまあおもちゃですね、おもちゃで遊んでくれる、またはこうやってですね、ちょっと遠いんだけど顎のあたりをこれでさすると気持ちよさそうにしてくれます。言えるかな、ちょうど柱の影になってるかね。ちょっと開けましょうか。そして体を撫でたりするのも、この猫じゃらしだと全然拒否はしないんですが、撫でられてる感は非常に薄いと思うんですよね。なんかちょっと触れてる程度でしょうか。はいはい。そしてね、何かの節々でシャーを言いますね、この子はね。はいはい、さあそこにこれね、はい、実はなでなで感はこのブラシの方があるようで、気に入ってそのまま撫でられていることもまあよくあります。一回やって思うとですね、シャーとウーを言う感じでしょうか。使い方としてはですね、この猫じゃらしを、顔元に持っていって、遊ばせながら遊びながら今ウー言ってますが、こんな感じですね。これをやっていきながらこのブラシに慣れてくれるとと思っているんですが、何度かですね、不意をついて手で撫でてる、撫でたことも 2,3 度ですかね、あります。ただ、やっぱり手は、気がついてない時はいいんですけれども、気がついたらもうそのまま怒って逃げてしまうというような反応になります。だんだんですね、段階を経て、ブラシから素手の方に持っていきたいんですが、絶対の信頼のあるこのエビ天くん、これが、最後までこうやって、一緒に併用するということになるような気がしています。カオリンさん、ちょっとそこでこれ持って遊んでてくれる？
はい、大丈夫。はい、はいはい。今までの中ではちょっと難しい子の方に入るかもしれないですね。あんずちゃんの難しさとはまたちょっと違う、少し攻撃性のある、難しさですかね。やっぱり同時にいくつかの感情が芽生えるような感じはちょっと似てるのかなと思うんですが、あんずちゃんは無抵抗な感じですね。無抵抗だけど、いいと思っているところと、嫌だと思っていることが混在していると。で、かおりんちゃんの場合はその都度色が変わると言えばいいですかね。まずは、このエビ天の猫じゃらしは好き、このブラシが来たらそれは嫌、その瞬時に、機嫌が変わると言いますか、そんな感じですね。なので、同時にすることによってそれをこう中和するというかですね、エビ天の力を借りてこのブラシにも慣れてもらうと。はい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 、こっちだよ。はいはい、エビ天エビ天大好きなエビ天、ほら、はい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 、ちょっと面白いでしょう。さあ、じゃあかおりんちゃんにはご機嫌を取るためのこの猫じゃらし、飛び道具はですね、結構気に入っているようなので、これで楽しい気持ちになってもらえれば、オリちゃんはあんまり素早くないのかな。
ちゃん、ちゃん、あ、ポンちゃんもいるのね。はい、あずちゃん、ずっと撫でたかった。あずちゃん、ちゃんはケージに全く戻りませんが、譲渡会に連れて行っても大丈夫なんでしょうか。君、例えばまずキャリーに入っていただけるんでしょうか。はい、ポンちゃん、カオリンですか。はい、カオリン。ずいぶん遠いとこからシャー言ってるね。あ、トイレの掃除もしなきゃね。じゃあご飯の前にトイレやっちゃいますからね。投げさせてくれるのね。不思議な子。今朝も撫でたよ。あ、今朝は違ったか。昨日の夜だかな。今朝はね、あの下にいて、食べ方がここの、あのステップからね、乗って食べてたから、その時まで撫でられないの。体が向こうにある。カオリンちゃん、いい子ね。カオリンちゃんね。うん、とってもいい子よ。できるだけ毎食ごとにやりましょうかね。そうだね。ちょっとね、この2階にね、必ず体が乗ってないとなかなか難しいんだけどね。カオリンちゃん、上に行ってくれると嬉しいな。うん。